まずは今日の試合振り返ってみていかがでしょうか。我觉得今天和昨天的比赛大家都打得非常的好啊，我们三比零赢下这两场比赛对我们来说也是很重要的比赛啊，我觉得反正大家都有非常大家都表现得非常好啊。自分たちのいいプレーができまして勝ち取ったことがとても良かったと思います。まあ、特に1セット目の最後、非常に難しいところでポン選手の活躍印象的だったんですが、あのシーン振り返ってみていかがでしょう。其实怎么说，这么多场比赛打下来可能这种紧张的时候也挺多的，但是更重要的是自己要进步嘛，我觉得还是要一步步的说打败自己，去发挥更好的自己，第二才能做到更好。そうですね、大事なところで本当は緊張もありましたけれども、でもやっぱり自分を試合を勝つためにはまず自分を勝たなきゃいけないということもありまして、ちゃんと点数が入れてよかったです。今日もたくさんの方が詰めかけてくれました。最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。谢谢大家今天来给三兄弟加油，也感受到了现场非常热情，希望以后不管是我们是主场还是客场，多多给三兄弟加油，谢谢大家。今日も温かいご声援ありがとうございました。これからの試合もホームでもまたはアウェーでもまた応援してください。よろしくお願いします。本日のプログラム、ポン・セイコン選手です。今一度お見合い。